らに急ぐな。いい加減にしろよ。お、行くか。誰だ。あったぜ、タボー。教員楼、ここだ。そろそろ着きましたかな、八神氏。我々はもう着いていますぞ。ああ、今店の前。わかりました。では受付で。雲の連れだと言ってください。了解。慣れたもんじゃねえか。あいつずっと満喫で引きこもりだったんだろ。俺らももううかうかしてらんないね。誰だ。おいよ。しばらく寝とけっての。行くぞ。さあさあ、こちらが先日お話しした八神氏と海藤さんです。神室町の名探偵ですぞ。つくもさんから大噂はかねがね。私は奥田と申します。私立清涼高校の理事長をしております。なあ、清涼高校ってさっき店員煽ってたガキどもの？多分そうだね。何か？今日街でお宅の生徒さんたちを見かけました。店の人を怒らせといて、それをスマホで撮ってたんです。 7,8 人で取り囲みながら。あっちゃー、八神さんたちがそんなの見たら素通りできないよね。おお、まとめて鉄拳指導してやったぜ。鉄拳？いや、ではその私は聞かなかったことにした方が良さそうだ。まあそう言うなよ、理事長。腹割ってオープンに行こうや。海藤さんはもうちょいビジネスライクにしようか。奥田理事長、明日から早速調査に入りますが、改めて詳しい依頼内容を教えていただけますか？ええ、もちろんです。本校も日頃いじめ問題に取り組んではいますが、それでも常に不安なんです。果たして十分に防止できているのか。そしてもしすでにいじめが芽吹いていたなら、深刻化する前に摘み取るべきでしょう。つまり肝心なのは事前の予防です。それで探偵に依頼を？ええ、そんな風に思っていた時、99課の看板が目に入ってきましてね。ホームページを見たら、すでにいじめの調査なども実績としてあった。これは運命かなと。んな大げさな。けど
うちが今までやってきた案件って大抵最初からいじめの加害者は誰か分かってるわけで、僕らはその証拠を揃えてきた。今回みたいにあるかどうかも分からないいじめを探すっていうのは初めてでさ。ゆえにここに集いし4人の探偵が必要なのですよ。なんか作戦があんだな。ええ、今回の証拠の収集には動画撮影が有効です。すでに小型の隠しカメラをかき集めてありますよ。それをいじめの起きそうな校内の死角に仕掛けていこうかと。まずは期間限定で2週間ほど撮影することにしましょう。いじめを隠し撮りってことか。ただもしその隠しカメラがうっかりバレたりしたら大問題になります。誰にも気づかれない場所へ巧妙に仕掛けなければなりません。そこがベテラン探偵の出番というわけで。よく言うよ。守衛さんや先生たちにも隠し撮りのことは内緒。この件は理事長と僕らしか知らないですよね。ええ、知っている人間が多いほど秘密は漏れるものですから。それに八神さんは神室町でいくつも難事件を解決してきたと伺っています。この依頼を完璧に果たしていただける方だと。どうぞよろしくお願いします。どんどんハードル上げられていくね、多忙。では八神氏、何か理事長にお聞きしたいことがあればどうぞ。お、いいね、ベテランの仕事ぶり。早速勉強させてもらわなきゃ。なんかやりにくいな。まあでもそれじゃ。理事長も好きですかね、北京ダック。ん？ええ、まあよかった、俺も好きなんです。あの甘辛いソースとパリパリの鶏皮感っていうんですかね、控えめに言って最高です。八神氏、遠慮は体に毒ですぞ。追加でオーダーしておくので、今は仕事の話に集中してくだされ。おい、恥かかせんなよ、タボ。理事長がわざわざ探偵を雇う理由、聞かせてもらえません？それはですから、深刻化する前にいじめを見つけたいからです。先生方が目を光らせてるだけでは足りないと。ええ、あいにくそれだけでは少し心配でしてね。彼らの申告だけでは信用しきれないというか。もし調べた結果いじめがあったらどうするんです？もちろん学校側で指導します。県にも報告しなければなりません。そうすると先生たちは仕事が増えちゃうよね。生徒に聞き取りしたり、いろんな書類を書いたりさ。それが嫌で報告しないなんてこともあったりして。ええ、残念ながらあるでしょうね。ただでさえ仕事の多い教師たちが進んでいじめを見つけ出したいかといえば、できればないに越したことはない。じゃあいじめ見つけたらボーナス出してやるってのはどうだ？進んで見つけたくなるぜ。さすがにそういうのはまずいんじゃない？いや、一案かもしれませんよ。まだ完璧ないじめへの対処法というのはどこにもないんですから。さっきはなんとなくうやむやにしちゃったんですけど、今日町でオタクの生徒とやり合っちゃって、そのことはもう大丈夫ですかね？ええ、その話はもう聞かなかったことにしますので。おう、ただこれだけは言っとくぜ。同じ状況に出くわしたら、俺はまた連中を締めっからよ。遠慮する気はねえ。相変わらずだね、八神探偵事務所は。
もし調べた結果いじめがあったらどうするんです？もちろん学校側で指導します。県にも報告しなければなりません。そうすると先生たちは仕事が増えちゃうよね。生徒に聞き取りしたりいろんな書類を書いたりさ、それが嫌で報告しないなんてこともあったりして。ええ、残念ながらあるでしょうね。ただでさえ仕事の多い教師たちが進んでいじめを見つけ出したいかといえば、できればないに越したことはない。じゃあいじめ見つけたらボーナス出してやるってのはどうだ？進んで見つけたくなるぜ。さすがにそういうのはまずいんじゃない？いや、一案かもしれませんよ。まだ完璧ないじめへの対処法というのはどこにもないんですから。奥田さんはさっき先生方の申告を信用しきれないってそんな風に言ってましたよね。人のやることですから、見落としや勘違いでいじめに気づかないこともあるでしょう。もう少し含みのある感じに聞こえました。そうでしたね。確かに。何かあるんですか？なんと言いますか、実はもう4年前になりますが、うちの高校で生徒が一人自殺をしています。自宅で首を吊って。それはいじめが原因で？いえ、第三者委員会を設置して調査もしました。いじめの事実は確認されてません。裁判所も同じ判断でした。裁判所？自殺した生徒の保護者から訴えられたんです。学校でいじめがあったんじゃないのかと。ネットには確かにそういう書き込みがあって、とはいえ他に客観的な証拠はなく、結局裁判所もうちに責任はないと言ってくれたんです。実際に理事長の目から見ていじめはなかったんですか？なかったと信じたいです。ただ正直そう生きるには私と現場の距離は遠かったように思います。今本校に通っている生徒たちも私の目には問題ないように見えます。みんなまだ幼いものですよ。しかし例えば2月ほど前、教育実習に来てた学生が心を病んでしまったのか突然来なくなりました。なんだそりゃ、生徒にいびられたってことか？さあ、もしかしたらそうだったかもしれませんが、未だに彼のことは分からずじまいです。生徒らとなかなかうまくやっていると思ってたんですがね。その後ご家族の方で捜索願いを出したと聞いています。とにかくそういうわけで、皆さんにはどうか見えにくい学校の影へ光を当てていただきたい。それが私の今回の依頼なんです。お話を伺っていろいろ分かりました。とりあえず仕事の話はこんなとこか。そうですね。あとは実際に現場を見てみませんと。その時またお話を伺うかもしれません。それはもちろん。よし、じゃあもう食っていいな。何今まで遠慮してたみたいに言ってんの？気にせず食べてたくせに。そいつはどうだろうね。よう兄さん、スイカだ。こっからが本番よ。厨房は温まってんだろうな。ここそんなに安い店じゃないよな。ご安心くだされ、八神氏。今夜はお二人の歓迎も兼ねてご馳走しますから。マジで？あ、じゃあ俺も追加で。
いやー、初日からご苦労様でした、八神氏。先ほどは細かい話も出ましたが、要は清涼高校でいじめの事実を見つければいいのです。ああ、学校に隠しカメラを仕掛けるって言ってたな。ええ、数に限りがあるので、明日仕掛ける場所を探りましょう。校内へは空調整備に来た業者の手で潜入するつもりです。つなぎでも切ろってのか？実はもう人数分作業服を用意してありますよ。今回の仕事で我々の調査を承知しているのは理事長一人なので、生徒や他の先生方の目をごまかさなくてはなりません。わかったよ。まあいい、今日はこんなとこだ。それもそうですな。では八神氏たち、これからはここを自分の事務所だと思って自由にお過ごしくだされ。おう、なんと、お、はあ、ああ、うはあ、うん、八神さん、え、お、ああ、はあ、ああ、お願いしますぞ。わかった。おう、
まったく。なあ、そうですとも。へえ、マジで。はあ。感謝しておりますぞ。矢神氏、昨日言っていた業者風の作業服を用意してありますぞ。清涼高校へ行く前にスタンバイしてくだされ、サイズはバッチリのはずです。矢神氏の体のことは完璧に把握しておりますゆえ。だろうな。つくもの仕事に不満だったことはないよ。
あいつら。何カッコつけてんだよ、妙な貫禄出して。清涼高校へはこちらからタクシーで参りましょう。おのおの方よろしいですかな。今回の依頼はうちにとっても矢上氏にとっても今後大口案件になる可能性があります。絶対に成功させましょう。来る依頼に重いも軽いもねえ。どの打席でもフルスイングがうちのスタイルだなあ、タボだね。じゃあ早速行ってみようか。空調のメンテナンスでしたよね。理事長から伺っています。ご案内は無用ということでしたけど。ええ、お気遣いなく。なんか金のある学校って感じだな。私立の進学校だからね。今は休み時間か。とりあえずはざっと校舎の構造をつかみたいですね。校庭に出てみましょう。そこから全体を見渡せそうですぞ。学校の作り自体はさほど特殊ではありません。教室棟にあれが体育館ですな。用意してる小型カメラはいくつあるんだ。20台です。その映像は全て僕の PC 上で確認することができます。4人で手分けして仕掛けるか。バラバラで動いてあまり目立ちたくないな。部外者が1人でいると何してんだって注目されやすいじゃん。でも2人組ならそうでもなくなる。さすが八神氏。こんな話を聞いたことがありますよ。詐欺師が偽警官なんかを装うときは大抵2人組で現れるそうです。すると相手がよほど用心深くない限りまず疑われないようで。つまり僕も八神氏の案に賛成です。よかったな、タボ。詐欺師の才能があるってよ。じゃあ俺とカイトさん、つくもと杉浦で10台ずつ手分けだな。カメラってのはこちらです。150度の広角レンズで浅く広く監視ができます。これをいじめが起きそうな場所に仕掛けていってください。先行の死角になるようなところってことだよな。任せとけ。俺はその辺鼻が利くぜ。そこを威張って言えちゃうのが海藤さんだよね。そんなに褒めるな。よし、ほんじゃまあ、いろいろ見て回ろうか。そうだな。俺らはこっち、つくもたちは逆から行けや。了解。よう、俺らが取り付けるカメラは10台しかねえ。仕掛ける場所は慎重にな。待て待て、ここはいいぜ。下駄箱だ。青春のドラマが起きる舞台じゃねえか。ドラマって？あるものはラブレター、またあるものは決闘の果たし状を相手の下駄箱に忍ばせる。それはなんか時代だね。いいから、まずはここだ。
なるべく死角がないように3台仕掛ける。ここでいきなり3台。学校で死角になるような場所なんてそんなに多かねえ。だがここの下駄箱は俺のアンテナにビンビン引っかかる。そっか、まあ分かったよ。こちらつくも矢上氏、早速カメラを仕掛けましたな。こちらでしっかりモニターできています。その調子でお願いします。わかった、そっちもよろしくね。ええ、こちらはまず体育館裏に仕掛けました。続いて教室棟へ向かいます。了解。よし、先行くぞターボ。この回はあいつらに任せるか。タボ、俺らは上だ。あ、いいよ。おお、階段だ。ここも学校の死角だぜ。よくいじめられっ子が突き飛ばされたりするわな。そんなしょっちゅうあることじゃないでしょう。まあでも確かに死角にはなってるか。だろ、見通しが悪く教師の目に留まりにくい。いかにもいじめの現場になりそうだぜ。なるほど。よし、早速1台仕掛けるぞ。よし、それじゃあ上の階だ。矢上氏、今2階ですかな。うん、これからカメラを仕掛けるところだ。我々はもうすぐ1階に仕掛け終わるところです。その後は東棟に向かいます。東棟の方は我々に任せて、矢上氏たちは2階と3階を中心に仕掛けていただけますか。うん、分かった。ダボ、手分けしようぜ。俺は2階をやるから、お前はここより上を頼む。了解。なんだ兄ちゃん、今取り込み中なんだ。後にしてくれるか。
校内禁煙ですよね。こんなところでサボって吸ってちゃまずいんじゃないですかね。あ、見られてた。悪いんだけどさ、内緒にしててくれる？いいですけど、その代わりここどいてもらっていいですか？わかったわかった。くれぐれもこのことは内密にな。斉藤さん、3階は仕掛け終わったよ。おお、こっちも死角になりそうな場所は一通り仕掛け終わったぜ。だが2台余っちまってよ。この廊下にも1台行っとくか。意外とここも教師の死角になりそうだぜ。なあ斉藤さん、教室の中は仕掛けなくていいのかな。いじめってやっぱほとんど教室の中で起きるんじゃね。そうだろうな。だがよ、カメラの台数より教室の方が多いんだからしょうがねえ。できる範囲でベスト尽くすのがプロってもんだ。そりゃそうか。思ったより考えてんだね。廊下をざっと見渡せるようにカメラを仕込むんだ。真ん中あたりの天井がいい。教室の出入りが一目でわかる。よし、タボ、天井に仕掛けるぞ。お前が上だ。はいはい。さあ、これ別に今やらなくてもよかったな。後で授業中にやるとか。みんなこっち見てるよ。今さら大勢。いいから堂々としてろ。今の奴ら見たか。昨日スマホで洋食屋を煽ってた連中だ。カイトさんも気づいた。2年2組か。いじめを探すなら有望なクラスかもな。よし、あの教室に最後の1台仕掛けようか。ああ、ただなるべく連中に顔を見られねえようにな。あの、ご苦労様です。今日は空調の点検か何かですか？え、あ、おお、すいません、すぐに終わりますから。そうですか。いえ、何も事前に聞かされてなかったものですから。それは俺らもです。こんなお綺麗な先生がいるなんて。いつもの方と違うんですね。それに空調の点検なら先月やったばかりだと思うんですけど。そう言われても、うちは呼ばれてきただけですから。職員の沢と申します。ここは私の担任するクラスです。失礼ですが、誰があなた方を呼んだんです？こちらの理事長から頼まれたんです。てっきり先生方にも伝わってるかと思ってました。理事長からですか。それじゃあもう私はとやかく言えないですね。いや、そんな。
あなた方が直接依頼を受けたんですか？ええ、そうなんですよ。いつも我が社がお世話になってます。なるほど。じゃあちなみにうちの理事長の名前は何だったかしら？理事長のお名前？あ、それなら確か奥田さんでしたよね、確か。ええ、そうですね、会っています。すみません、失礼しました。いや、何いいってことですよ、先生。しかしお美しいですな。私のタイプと言いますか、理想は、うん、作業はすぐ済ませますから。すみません、どうも。これで完了です。いや、どうもお邪魔しました。失礼します。あんた何やってんだよ、海藤さん。仕事で来てんだからさ。今の彼女、昔憧れてた先生に似ててよ。俺には数少ねえガキン頃のいい思い出なんだ。なんだよ急に。俺が悪もん？分かってるって。ちゃんと仕事に集中する。こちらつくもです、矢上氏、どうぞ。ああ、こっちは全部仕掛け終わったよ。我々の方も仕掛け終わりました。海藤さんと体育館へお越しいただけますかな。今ちょうど誰もいません。そこで仕掛けたカメラを見ながら今後の調査方針を検討しましょう。分かった、体育館だな。お疲れ様。カメラは全機正常に作動中。じゃああとはそいつで監視するだけってことか？かもしれません。時に矢上氏たち、一クラスだけカメラを仕掛けた教室がありますね。何か理由でもあるのですか？昨日俺らが街で指導した連中がいたんだ。要注意の問題児だと思ってさ。なるほど。今のところは特に異常なさそうですが。しばらくは様子見か。けどもしこの学校にいじめがあんなら、確かにこれで引っかかりそうだな。学校ってとこで吸うタバコは格別だね。この背徳感っつうか。今日はちょいちょい浸るね、海藤さん。まあ、俺が通ってたのはこんなご立派な学校じゃなかったよ。1年で中退したし。おっと、マジか。もう見つけちゃったよ。どうした？これは矢上氏たちの仕掛けたところですね。2年2組の教室です。やっぱりあの連中だ。やられてんの女の子か。おい、なんだこいつら。うわ、なんか手に落書きしてるよ。油性マジック？よー、タボ、行こうぜ。あいつらぶん殴ってやる。こんな胸くそ悪いもんほっとけるか。ああ、そうだな。待った、矢上さん。ん？終わったみたい。やつら教室出てくよ。
す。周りの連中も何なんだ。みんな腫れ物に触るみてえによ。なんで誰も助けねえ。行ってみよう、カイトさん。この目で現場を見ておきたい。おう。僕らは依頼人に報告を入れておきます。こんなに早く見つかるとは思いませんでしたが、間違いないですね。結果から言えば、この学校にいじめはあったというわけです。どう対処するか理事長と相談しなければなりません。ダボ、さっきカメラに映ってたの、あの子だぜ。近づいて様子を見てみよう。なんだ、これは。どうぞ。ああ、どうした。今依頼人に報告をしたところです。お二人も来てください。東棟の3階に理事長室があります。了解。どうぞお入りください。あれ、あ、さっきの。いやー、これは沢先生でしたよね。先ほどはどうも。皆さん探偵さんですか。八神さんと海藤さんです。こちらのお二人のこともどうか内密にお願いします。そうですか、わかりました。担任の沢先生には全て事情を説明しました。八神さんたちもどうぞおかけください。やっぱり。でもこんなに深刻な状況だったなんて。いじめられてるのは高田真美さん、間違いないですか。ええ、彼女も
周りにいるのもみんなバスケ部の子たちです。その仲間内でいざこざがあったのかな。先生も薄々は気づいてたんですか。高田さんの元気がないことはもちろん。まあなんだろうか、連中を停学だが退学にでもすりゃいい。この映像が動かぬ証拠だ。いやそれはさすがに急でしょう。あとこの映像を証拠とするのはちょっと問題があります。確かに学校が生徒を隠し撮りしてたなんて言えませんもんね。そして加害者側の生徒たちもまだ子供です。そちらの将来は慎重に考慮しなくては。警察はいけません。理事長はこのいじめをなかったことにしたいんですか。ああ昨夜は必ず対処すると言ってたがな。もし隠そうとおっしゃる気なら私にも覚悟があります。隠そうだなんてそんなことは言ってませんよ。ならすぐに手を打たないと。高田さんがどれだけ追い詰められてるか誰にも分かりません。それこそ今日自殺する可能性だってあるかもしれない。理事長、いじめは被害者と加害者を物理的に遠ざけない限り当事者だけでは解決しないそうです。第三者が入っていかないと。何かの本にそう書いてあったんでしょうね、つくもさん。でも私の経験上、いじめ被害者というのは自分がいじめられていることを人に知られたくないんです。家族にも友達や知り合いにも。だからいじめを受けている子が助けを求めるときにはそれはもう大変な勇気を振り絞っているんです。なのに第三者の我々の方からいじめを受けてるねと声をかけていいのでしょうか。でもいや、理事長の言い分もわかる。騒ぎ立てることでかえって高田さんを傷つけるかもしれない。なんだよらしくねえな。タボ、目の前で人が溺れてんのに助けねえ理屈なんかねえだろ。だからさ、要は大っぴらにしないでいじめをなくせばいいんだろ。あのクラスで起きてることはあのクラスの中で解決させるんだ。あ？すみません、あなたは探偵ということでしたよね。八神です。いじめをなくすってずいぶん簡単そうに。どういうお立場からそんな大口を叩いてるんですか。何か賞賛があって言ってるの、八神さんは。多分ね。さっきの動画もう一度出せるか。ええ、もちろん。俺はこの映像の中にいじめを止められる存在がいると思うんだよな。どういうことです。私なんかには分かりません。名探偵にご教授いただきたいです。そんなチクチクした言い方。いや、それなりの覚悟で物言ってもらうぜ。いじめを止められる存在ってのは何のことだ。